見て、俺見て、俺見て、俺見て。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。何やってんの？気持ちいい現場に遭遇した。気持ちいいとこ行っちゃった。じゃあ早速やっていきますか。はい。よーい、スタート。全員切るっていうね。全員。おい、達成、1/3終わり。うわあ。かわいいな。強すぎだろう。かなりでかいですよ。飛び去ったけど、あいつどこに行ったんだろうな。確かに。何が目的なんだろう。いや、あるでしょ目的は。草地探しに行くの？いや、それより先にやることがある。いや俺ダイヤブロックもさ、レコードもあるからもう草地さえあればいけるんだよね俺。マジ？なんかそうだから一番いい感じ。俺結構もうね、あとそれであと要塞探せば俺なんだよ俺。え？え、やば。これは結局商売上手が最強ってこと？確かに。商売と時の運だね。そうだね、確かに運もあったわ確かに。もうダイヤオーノ作っちゃうねこれ。うわー、ダイヤ欲しかったー。まず何したらいいんだ僕。やること多い。やること多いね。あ、ここはもしかしてちょっと F3 見ていいですか？どうぞ。違う。バイオム。メドウズ。合ってるよ。あ、草地来ました。それも捨ててた。無理です。下ってる。下ってる人いる。下ってる。何やってんの？下掘ってんの？洞窟と崖だ。ああ、崖やってんだね、お前。俺みんなと違って足が結構遅いから。確かに。それがどう？そこで案外、決め一票だよね。結構響く可能性はあるっちゃある。いや、もう響いてる。ああ、そうですね。もう下がれてる。うわー、村見つけて、エメラルド見つけっとした。今から買いに行こうかな。もうエメラルドます。ダイヤブロックね。ダイヤブロック買いに行こうかな。俺は、多分、やらないといけないことが、真っ先にネザーに行くなんだよね、多分。ああ、確かに。他の人について来られちゃうからね。いや、てかまあ、ゾンビドクターとかもあるから、そう、ネザーに。まあ、ネザーのもんが多いってことやな。そう、ネザー系をね、ちゃんと2個引いちゃったんですよね。まあ、僕には要塞の座標がありますから。それはね、強い。要塞の座標とエリトラ花火やったらもう秒で終わるやん、そうやん。キリアンどこ？草地。草地どこキリアン？草地ね、なんかね、右の方ずっと行ったら、あれじゃないかな。どっちやねん。でもとりあえずこれ直下するっていう話だよな。洞窟と崖勢結構しんどいね。しんどいだろうね。ブロック調達とかもあるだろうし。俺はひたすらマグマだまりを探しながら、メドウズを探しに行くだけ。まだね。もらうな。やばい、もらわれるこれは、さすがに。最高高度って300何ぐらいだっけ？ 350？ 最高高度 20？ 320か。20じゃな。まっすぐ上に飛んでまっすぐ落下すればいいんじゃない？まあそれができればいいと思いますよ。それはね、できるよね。できますよ。そんなできますよ。直下掘りだる。まあでもネザライトツルハシ役に立ってしまってるな。やばい、これ難しいんだけど。あれが何やってんの？なんでだから水バケツしてんの。うるさいマジで。やばいよ、うるさいのやばい。俺とりあえずさ、水バケツしないといけないから鉄は必須なんよ。であとサウンドオブミュージックと真面目な献身があるからダイヤが3つ必要なんですよね。結構大変。普通にサバイバルしないといけないじゃん。そうなんですよ。あ、鉄あった。金リンゴとかもいいかなと思ったんだよね。商品ラインナップに。ああ。ちょっとね、思ってた、それは。あ、無理だな、これ、まっすぐ飛ぶの。ああ、てか確かに普通に食料ねえなって。食料問題もね、解決。で、まっすぐ飛ぶの無理。マジで何やってんのか分かんないんだけど、その人。人は分からない。君もやばいからね、言っとくけど。君ネザライト掘るから。俺はもうお前やばいてはやばくないことやってるよ。いや、それは僕もだよ。そうやってね、デスログ見ただけで失敗って決めつけちゃう。その心がやっぱ弱いんだよね。ああ、そうか。それは申し訳ない。じゃあ結果で見せてくれ。強い言葉、強いな。最近のなぜか今めちゃめちゃ心に余裕ある。なんでだろうね。なんでそれは。買い物フェーズでだいぶさ、不利なことが。あんなことがあったのに。まあ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 。買い物フェーズであんなことがあったのに。全然、ああ。どんなこと？え、俺ずっとミュートだったってマジ。マジからだよ。マジかな。マジだと思いたくないね。え、なんか普通に一人で大喜利とかやってたよ今。おい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 。大丈夫それ一人でもちゃんと盛り上がってるだけ説ない大丈夫。そっちの方が悲しくね。さあマグマだまりちゃん。あれエリトラあったらマグマだまり見つかんの一瞬だからまあ。そう。しかもで草地が見つかったっぽいですねこれね。え。やってるわ、マジで。チーターいた。ガチ今チーターよ、だって俺。ダイヤブロック、ダイヤブロックだけど64個持ってんだもん。チーターやん。ドラもあって。えできた。たまにあるね。降ってきたし、多分誰かの洞窟と崖エリアに来たな。さあ、ここは、メドー。います。ジュークボックス。ゴーレコード。うわーやばい、あいつ終わるよ、マジで。3分の2終わりです。やばすぎる。そしてこの縦乗り。乗ってやがるぜ、こいつ。せっかくだから古く来ますかね、これね。余裕あるな。古く聞く余裕あんのいいな。そう、舐めやがって。あ、どうすか、できてる。やってる。できてる、できてるじゃん。おめでとう。やばいやばい。あ、間違えた。やばい。余裕あるよ、あの人。マグマ探すか。で、ちょっと食料。そう、余裕があるぜ。あ、あった。これさ、平和的着地ってどうしたらいいの？何平和的着地ってあのエリトラのなんかあのスーンっていくの。ああなるほどね。水バケツをゲット。誰だよこの壊れたネザゲートの中身取ったの。いい曲だ。雲たもりもあるんですよ。あエリトラ気持ちいい。ブルークのこのいける耐久ついててもよかったな。はい絶妙に安い商売ちょっとね。まあでも結果ねブルークは耐久つけない方が得っていう考え方もあるから。確かにね。これは一概に使わないから。そう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 ミスってんな俺。なに怖っ。第3次ああギリかギリだわ。マグマだまり。マグマだまりめちゃくちゃ潰した今。なんかミスってねこれ。まあいいやこっちにしよう。ああやべえマグマだまりめっちゃ潰した。みんな潰すよ。潰したくなっちゃうよねやっぱ。あれ火打ち石ある。やばい鉄がない。うわここでうわ自分の火打ち石と内金欲しいね。俺も今火打ち石と内金欲しいよ今。とても欲しいです。買えたら買ってた。今もしあの時に戻れるなら。いらないかな。砂利全員同じもん。砂利あ砂利山だ。鉄あるの当たり前だろう。洞窟と崖やってんだぞこっちとら。あ出た。えもうやったの洞窟と崖。うんまだやってないよ今準備中。準備しつつ別のやつやってる。あとりあえず洞窟と崖やるか。全てがうまくいきすぎてちょっと怖いんだけど今。やめてほしい、ね、何もかもがうまくいきすぎてちょっとうまくいくなお前。自分が恐ろしい。この後俺、良くないこと起きんじゃないかな。多分、夕飯食あたりだな。普通に嫌だね。普通に嫌だね。あ、別にいいや。ほいほいほい、ネザーゲート。ネザーゲート来い。あ、いや、ネザー野菜。あ、ネザー野菜ね。来いね。これは来いだわ。鉄取るのにめちゃくちゃ時間かかってんだけど。バッチが当たったか。バッチだ。これぐらいなら全然。何のバッチだ。全然いいんだけど。ちょっと待って、最高高度高すぎない？ 250。うわ、まだあと70もある。え？あ、高度限界来た。GO！あ失敗してね。失敗してる。いい時遠いんすか。俺、あ、要塞が見つけたー。お、お、見つけたー。いけてんね。まあ、飛べばね、案外すぐいけるんすよね。あ、エリトラルもんなんだ。そう。あ、え、俺ミスってないか。ミスってるやん。でもミスったと言っても過言ではない。人はこれをミスったと呼ぶのだろう。つない。え。また始まったとか思うなよマジで。何も言ってねえや。言ってない。でもこっち疑心暗鬼だからマジで。どっちだこれ。ここでやってくれ。合ってる。よし、とりあえずあと2つ。ブルック実はあと1つ。そうなんだよね。そうだよね。あと何？あとサウンドオブミュージック。え？何？え？これ早いぞ。早いよ。ブルックあと1個で、俺もあと1個で、中村が3個。キリアンが2個。私が2個です。なるほどな。とりあえずネザー行くか。思ったよりだね。うわ、なんだよ、このバイオね。ゲンブガンデルタ、移動できないんだけど、エリトラで。要塞の座標全然機能してないかも。思ったより。もうまっすぐ進みづらいからな。おい、ゲンブガンデルタの方じゃないやん。あ、要塞あった。要塞探索します。はい。やったー。オッケー。仲間も3分の1達成。今あれ金時は何？あと要塞。今ネザーもいける。おお。でも俺はエリトラ花火がないから、そこでちょっと時間がかかるかどうかね。なるほどね。私はじゃあ平均探そうかな。あ、もうレコード持ってんのブルック。持ってるかな。早いね。嘘でしょ。優勝クリアしました、全部。早っ。レコードなんで持ってんの？さっき、あれだね、洞窟でモンスターと戯れてましたよ。なるほどね。早いね。余裕ぶっこいてたら抜かれたわ。ちょっとまずいな、これ。次、誰だ？一番近いの、金時か。さすがに俺でしょうな。ピグリン砦を探さねば。ゾンビドクター、地味に結構めんどくさい説ある。ゾンビドクターは発酵した雲の芽と砂糖とあれか、回復で、ネザーウォート手に入れて、醸造剤手に入れて、醸造して金時になるよね。だるいよ。多分ね、だるいの高いんだよね。あれに次ぐぐらいじゃない。ネザーライトに次ぐだるさ。やばい。あー、だるい。参戦しに行くか。いやー、めっちゃ欲しいな。うわ、強っ。あー、ネザーイスに行かしていけんとき。ちょっとね、あれ欲しいっすわ。あー、ヘイドも見つけちゃってるやん。え、いる？あ、いるわ。ヘイドも。ヘイドも。じゃあこっちじゃないと。いやでもあのピグリン取りでさえ攻略できれば。シリアンもあれ探し、ネザー要塞。いや、俺はネザライト探しです。あ、これは無理だ。他の人によ。バカにしやがって。便利。今何を探してるんですか？あれ、ひたすらにブレイズロッドが欲しいんだけど、あと2、3本ぐらい。オーマイガー。なんか変なとこいるんだよな、さっきから。あいつら。金時なんでまたヘイドも来たの？なんかヘイドもに吸い寄せられるんだよね。攻略するわ、これ。ねえ、この人たち終わらないんだけど。だって見てろ。だって、ね、ネザーライト見つけんのなんで飛んでる？びっくりした。え、ヘイドモにあるんだよ。ああ、ヘイドモにあるね。どこだ？金時のヘイドモに。あったあったあった。ここのヘイドモ。とりあえず上の金取り行くか。あ、キリアン。ん？僕、結果で語ったんですけど、こちらどうですか？まあまあまあ。時間が全てじゃないよね。時間が全てじゃないのか、これ。そうだったのか。家庭が大事だっていう人だね。そうそうそう。ね、なんかそういう風潮俺嫌いだからさ。ああ。で、君の家庭はどう？売り上げどうだった？売り上げ？それは結果だよね。死んでる人いる。ご飯ない。実はゾンビドクター。要塞見つけてからがスタート。いやマジでお値段以上にしんどいかもこれ。おーニトリ。なんか全然もういいわ。もうこれでいいや。なんかわかんねえ。ちょっと皆さん早くクリアしてもらってー。クリアします。俺は今ダイヤモンドを探しているんだよな。優勝候補金時に圧力かけに行こう。見て、俺見て。気持ちいい気持ちいい。何やってんの？気持ちいい現場に遭遇した。気持ちいいとこ行っちゃった。ちょっとお兄さんアイテム2個もらってビリとかだったらちょっとしわんないっすお兄さん。何のためにもう見えてます。ごめんね見えてるよね。ちょっと空飛んで遊んだね。まあもう私時間秒読みなんで。ああ、秒読みね。ちょっと村探そうやっぱ。うん。何を今達成しようとしてるんだっけ？僕はね、ジュークボックスとサウンドオブミュージックと真面目な献身ですね。ダイヤモンドとレコード。レザーライト。ああ。キリアンはしばらくやってるだろう。いや、いけます。じゃあ、私クリアしちゃおうかな。はい。なんだと。でもブレイズロッド出なさすぎだって。おらー。ブレイズロッド出なさすぎだって、絶対。クリアーです。いや、2位か。控えめにいって100体分かってる。マジか、ありすぎだな。まだ1個しか出てない。おかしい。1回目なんだ、それで。中のあとなんだ？ゾンビドクター。だけか。と、いや、サウンドミュージックもある。ああ、それもか。読み込み、おぞい。やばい、何も読み込まれてないとこ飛んでたな。村探し。村探してダイヤモンド？うん。どうなんそれどうなん？いや、よくないか。まあ、ちなみに僕、1スタックブロックあるけどね、ダイヤモンド。ある予定だったんだよね、それ。あと、ネザライトのクワもあるよ。ちょっと待って、結構さ、俺、物を集めないといけないんだな。ゾンビドクターはね、必要なものが多いんだよね。とりあえずサウンドオブミュージックを終わらせて、キリアに圧かけるか。くそ。いるか。さあ、うわー。クリアですね。捨てていきます。置いていってますね。探すか、それ。あ、捨ててたの。なんかある。なんか流れてるの間違いじゃなくて。なんか流れてる。中の村です。あ、レコードあった。2種類拾った。めっちゃすげえ。なんだこう村にマジで奇跡起きたぞ。この進捗を達成するための村があった。ダイヤがあればもう完璧じゃん。あとダイヤをとりあえず、ダイヤどうすっか、もう掘るか、もう掘った方が早い気がするわ。思ったけどキリアン僕のジャンプ台使えたんだよな。ジャンプ台？あ、このあれ洞窟と崖と。ああ、いや俺はもうしょっぱなであれなくね水。あ何してんのお笑いやってんな。なかった水使っちゃおうこれ。いいのそれ。誰俺？うん、あ、やべあ、やばい。ちょっと家の中入ります。もうこれで安全に行こう。なんか光イカいる。意味わからん。フラッシュにするんじゃないですか。そう。あ、ダイヤ3つ見つけたんだけど。掘り始めて1マスで。やばい。じゃあ7日目。終わり？終わってやるぜ。真面目な検診は？真面目な検診はあと古代の残骸を見つけたら終わりだぜ。全然終わってないよ。それが一番大切までないか。スプラッシュポーションって火薬いるの？チュークボックス。ガンパウダー。さあ残り2人とも残り13もかけよう。2個ある。この音楽はいい別に。じゃあやっぱでもベッドだよな。ベッド爆弾だわ。花崗岩これいらない。よし、最後となっております。クリーパーがいない。いません。もうなんか急ぐ気持ちないわ。いや、いけますよ。俺勝っちゃうよ。対戦相手が対戦相手なんで。勝ちますけどね、私、実は。でも4個見つけないといけないんだよな、古代の残骸。大量にベッドいるぞ、これ。掘ればいいんじゃね？いや、掘ってるんじゃね。なかなかね、見つからないんですよ、あれ。僕やったことあるんで。なんか爆破させてんだよ。牛飼って物拾えないからアイテム捨ててたら後ろから来た。もういい。そういうのいい、そういうのいい。朝になっちゃうから早くクリーパー出して。こっちはこっちで大変です。ちょっとゾンビお前違う。それは鉄2個にぴったりくっついております。待って、鉄1個足りねえ。死んだ？どうした？すいません。朝になっちゃう、朝になっちゃうって。大役は作りました。どうこれ。いやー、君はクワを買うべきだったよお兄さん。本当にね、迷ったんだよねマジで。クワを買うか花火の2スタック目とピッケルにするか迷ったんだけど、俺は自分でねインゴットをもらえるって思ってたから、愚かにも。でこれはそこの前に3位かよ。ここいやまだわかんないぞ。わからんぞ。まだわかんないぞ。俺3位か。ああ、あいつあんなこと言ってるわ。死んだわあいつ。死ぬんか。でもキリアさん慣れてますからね。そうなんですよ実は。確かノーマルネザーバイオームじゃないと出なかった気がするんで探すんですけど。なんだここ、なんだこいつ。あ、この辺ですね。よし、こっちの方に掘っていけばいけそう。確か15、高さ15ぐらいでいけたはずなんで。これでリンゴが落ちてくるのを待つ。ニュートン待って、これああなんでもない。うん。リンゴ、うん、ニュートン。俺今ニュートン。あ、リンゴある。リンゴあるわ。何？お、ニュートンさん。やばい、ニュートンいる。ナイスニュートン。だからゾンビ、ナッチョゾンビどうやって見つけるんですかね。まあ村行ってもう荒廃させれば。村人とゾンビを。荒廃っていうんだ。自演じゃん。で、じゃあこっから左方向に爆破採掘します。よし、筋肉できた。そしてやばい、急げ。よし、もう爆破するぞ。よし、これで大量にベッドを作りますと。いくぞ。こうしてこうしていけ。あ、やべ、なんか持ってた。こうしておい、熱い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 。やばい、ダメージがしんどい。古代のなんとかは爆破では消えないの。そうそうそう、だからこれで1回でいろんな周りを見れる。いや、何爆破で出るかっていうところなんですよね。村がないな。海だな。今探しです。イグルー探しちゃうってのも手だよね。ああ、確かにイグルーはまあ確かに近いもん。イグルーの地下ワンチャンでしょ。確かにワンチャンだね。別にあったら全然イグルー狙う。あっ、え、見つけたぞ。え、ちょっと待って、周りホロ一応。あ、危ない。1個で、いや1個じゃない。これを4個集めるとネザライトインゴット1個になる。ちゃんと周り掘って安全確認して。もっとないか。あ、もう1個ある。2個ある。やばい、終わるぞ。嘘。やばいやばい、運が良すぎる。ここまで運が良すぎます。私カバーしてきてる。今までのあまたの失敗を。でもこれはさすがに運良すぎるわ。ニコニコだもんね。ニコニコで、これでちょうど1インゴット分、しかも金もあると。だからここでもうここでできます。作業台作りのかまどを作ります。かまど作りの古代の残骸を。うわ、燃料がない。もう板材板材板材足りるかこれ。いやでも足りるわ、さすがに。よし、やばい。これひょっとして俺実は行きますよ。これ急が、あとわかんないけど数分で終わりそうである。秒読みの完成が。さあ、ネザライトのかけらが4個焼き上がりました。そして金インゴットとネザライトのかけら4つを合わせるとネザライトインゴットができます。そして火事台にダイヤモンドのクワをセットして、ネザライトインゴットをセットして、ドー真面目な献身。敗北です。真面目に献身した。これが一部でクリアしたやつですね。長かった。ここまで。これひょっとしてゾンドク実は引いちゃいけない大外れ進捗だった説ある。これ確かに説がありますね。他のはね、まあ1個が難しいけど、複数はないみたいなのが多かったかもしれんね。間違いにプロセスが多いな。確かに。いや、まあダイヤと古代の残骸の出がめっちゃ早かったから相当上振れだけどね。進捗の運がなかった分そっちで引いたんだ。確かに運が収束したな。まあブルックの勝ちですね。あ、それはそうだ。まさかのね、に戻るんですけど、なんか一応勝ちました。はい。勝ったっていう気持ちでいたけど、まあビリ通過。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。